ええのやで。すごいわ。すみのちゃんは何してる？うちのお母さん、また夜勤や。そう、またうちに泊まる？そうや。たかし、あんた、なんで家入ってないの？母さん、すみのちゃん泊まるんか？おや、すみのちゃんとこ、お母さん忙しいでな。でないの。仲良しね。なあ、なんでこんな絵ばっかり描く？え、好きやからやで。そやけど、たかしくん、お化け怖いんやろ？うん、やけど、怖いのと嫌いなのは違うやろ？もっとかっこいいの描いたらいいのに。気持ち悪いだけやがの、こんなの。なあ、今、体がガクンってなったやろ？うん。それな、知ってる？死んだ人が足を引っ張ってるんやで。ほら、ベッドの下っていつも暗いやろ？お化けとか死んだ人が集まりやすいんや。嘘や。嘘でないよ。ゴム手袋をした男の人が迎えに来るんやで。ゴム手袋？なんやそれ。知らんの？ゴム手袋の男の話。ベッドの下から出てきて死んだ人の世界に連れてってまうんや。ゴム手袋の男の人に足を引っ張られた人は30分以内に寝んとあの世に連れてかれてまうんやって。え、話がむちゃくちゃやが。自分で引っ張っておいてすぐねんと連れてくなんて。ほやけど本当やで。毎年何百人って子がゴム手袋に連れ去られて行方不明になってるんや。すみなちゃん、すみなちゃん、すみなちゃん。うわうわ、すみなちゃん、すみなちゃん。
ちゃん、スミラちゃん。怖いと思っとるで、怖いもんが出るんや。もういいわ、おやすみ。スリナちゃんもほれ、はいよねね。私、やっぱたかしくんと一緒んとこいる。いいけど、あんたらもうほんと怖い話とかやめときね。冥王星が発見されたのは1930年のことです。この太陽系9番目の惑星を冥王星、プルートと名付けたのはイギリスの11歳の少女ベネチア・バーニーでした。神話に興味のあった彼女は冥府の王、地下の主体の世界の神様からその名前を取ったのです。下の世界の神様やって。うん、ほやさけ冥王星って3回唱えるとお化けは消えるんやで。もうお化け出ませんように。冥王星、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 冥王
せ、冥王せ。アホ、怖いと思っとるで、怖いもんが出るんや。杉菜ちゃん、やっぱ帰ろうさ。ダメ、お化け見たいってゆかりちゃんも言うたやろ。ここ来たら怖くなったんやろうけど、怖いのがええんやで。怖いと思うてるからこそ怖いもんが見えるんや。いやいや、お化けなんか見たくない。見たいって言うたがの。大丈夫やって。私ゆかりちゃんのことちゃんと守ってあげるで。いやいや、一人で行けばいいがの。杉菜ちゃんはみんなの嫌がることするで、みんな怒ってたよ。嫌がることなんかしないよ。みんなお化け見たいって言うたもん。言うたかもしれんけど、怖いんでもういいやって。大丈夫？ゆかりちゃんが暴れるであかんのやで。もう怖いって言うてるのに。ちょっと確かめたいことがあるで。もういいや、ゆかりちゃんなんかもう知らん。絶好や。絶好ってアホやな。ゆかりちゃんもうすぐ転校してしまうやで。え、仲直りせんと後悔するで。